はい、皆さん、こんにちは。キトです。今回は過去問解説で、東大理系の第2問を見ていきたいと思います。問題はこちら。数列 HA に点々点っていうのを AN イコール N 階乗分の 2N たす 1CN という風な形で定めますよと。で、まず、括弧1番、N を2以上という風にしたときに、AN-1 分の AN っていうのを規約分数 PN、QN、PN 分の QN、として表したときの分母 PN で、そいつは1以上という風にして、分子 QN っていうのを求めてくださいと。で、括弧2番が AN が整数となる N をすべて求めてくださいというような問題となっております。はい。で、今回与えられた AN っていうものが N 階乗分の 2N たす 1CN というような形になっていて、まあ、一旦ちょっと、階乗の形で書き下してあげると、MCN の、MCN というのは N 階乗 M-N 階乗分の M の階乗なので、もともと分母にあった N 階乗を最初にこっち側の C の右側の N 階乗で、差を取ってあげた時の N たす1の階乗、分子に来るのが、左側の 2N たす1の階乗なので、まあ、一旦これでとりあえず階乗の形で表しました。はい。で、問題の言っている意味としては、N を2以上という風にして AN-1 分の AN イコールPN 分の QN っていうのを、こいつを規約分数というような形で表した時に、PN を1以上というふうにした時の PN と AQN を求めてくださいというような問題が、とりあえず括弧1番です。はい。で、まあ、括弧2番はこれをヒントにしてというようなことでありますので、一旦この括弧1番を求めていきたいと思いますが、まず AN-1 分の AN っていうのを計算して、そいつを分数の形で表すよというような話なので、一旦こいつを計算しましょう。まず AN というのは、そのまま書いてあげて、N 階乗、N 階乗、N たす1の階乗、2N たす1の階乗。で、これを AN-1、すなわちこいつを番号1個下げたやつで割り算するよということなんで、逆数取って番号1個下げるよと。つまり 2N-1 の階乗、N-1 階乗、N-1 階乗、N の階乗。で、あとはこのかける数がいくつかあるんですけど、対応する部分っていうのを、対応する部分に応じて、打ち消し合うのを計算してあげると、N 階乗と N-1 階乗は、左側の N が残って、N-1 階乗、N 階乗、こっちも同じく N が残り、N たす1階乗、N 階乗だったら、N たす1が残って、残りは打ち消し合うよと。で、2N たす1階乗、2N-1 階乗だったら、分子の方が残って、2N たす1、2N。で、あとは残りは打ち消し合うので、これが残り物になり、で、ここと N、N が打ち消し合うので、NN たす1分の、2倍の 2N たす1という風になります。で、こいつを、PN 分の QN と、まあ、ここはちょっと条件が与えられているんですが、規約分数の形で表した時の PN、QN を求めてくださいという問題です。はい、とりあえず、ま、ここまで計算してすごくシンプルな形になったので、今の結論だけ書けば、NN たす1分の 22N たす1。っていうのを PN 分の QN という、こいつを規約分数の形で表してくださいねという、問題文にとりあえず言い換えることができました。はい。で、これが規約かどうかというような話で、まあ、もし、この形で規約であるかどうかというのが分からなければ、実験すればいいと思いますが、具体的に分かっている素因数としては2というもので、じゃあこれがどうなるのかということなんですが、分母の nn たす1、これは連続する二整数の積なので、必ず偶数、どっちかが偶数になるので、積を取ったら偶数という風になる。ので、2分の nn たす1の 2n たす1というような形で、とりあえず、ま、ここまで、こういう形で書くことができるよというところまでは、ま、なんとなく形からわかるのかと思います。はい。で、まだじゃあこれで、今2の部分にしか注目していなくて、まあ、一応分子は奇数というふうになっているので、2の約数に関しては、これで心配はなくなったんですけど、もちろん他の約数も、共通の約数を持って打ち消し合って、約分されるとかいうのが起きないっていうことまでちゃんとチェックしなければいけないので、あとは、それがどういう状況になるのかっていうのをチェックしてあげますが、まあ、一旦こいつを BN というふうにしましょう。まあ、もし、この形で、予想できればいいんですが、まあ、必要ならば実験をしてあげると、B1 でこの形のまま見てあげると、1たす2なので、約分されて1、3。なので、こいつはそのまま P1、Q1 という風になります。で、2を入れてあげると、3分の5という風になって、こいつがそのまま、ここは約分されないので、P2、Q2。で、B3、3を入れてあげると、3×4 なので、6。で、こっち側が、
2倍して1足すので7で、こいつはそのままも約分されないので P3Q3、まあ、必要があればこのまま実験していけばいいんですけど、もうこの形でこれ以上約分されなさそうだということが予想できるので、まあ、この結果 PN イコール2分の NN たす1 QN イコール 2N たす1と、まあ、予想できるよと。なので、この予想をちゃんと証明していきたいと思います。つまり PN と QN は、互いに相であるっていうことを、チェックしていきたいと思います。つまり、最大公約数で PN と QN の最大公約数っていうのを計算していきましょう。すなわち2分の NN たす1っていうのと、2N たす1のこの2つの最大公約数を計算していきたいと思います。はい。で、例えばこれ2分のというふうにやるので、まあ偶数奇数分けてもよくて、まあこれは普通に最大公約数の計算ですので、まあなんかいろいろ好きにやればできると思いますが、こっち側が奇数であるよということに注目すると、こっち側を2倍してあげても最大公約数は変わらない。ということに注目してあげれば、これとこれの最大公約数に一致するよということが分かって、じゃあ、NN たす1というふうな形になって、2N。まあ、さらにこれもう一回2倍して、まあ、さらに、こっち側8倍してあげましょうか。8倍してあげると、4N、N たす1という風になって、4N 次乗たす、4N の 2N たす1。じゃあ、4N 次乗たす 4N に対して、ユークリッドの誤乗法っていうのは、一方はそのままにしてあげて、もう一方は何とか倍して引き算するよという操作をしても、最大公約数変わらないよというようなものだったんですけど、じゃあここで、まあ、とりあえずは 2N でかけたものを引き算してあげれば 4N 次乗が打ち消し合うので、まあ、一旦ちょっとここは残しておきましょうか。はい。とりあえずじゃあ、4N 次乗を打ち消すために、これに 2N をかけたものを引き算してあげて最大公約数を計算しましょう。そうすると、4N 次乗が打ち消し合って、左側が 2N、右側が 2N たす1。で、じゃあ今度、2N はそのままにして、2N たす1に対して、こいつを何とか倍したものを引いても最大公約数は変わらなくて、2N を、1倍した2N を引いてあげると、2N と1という風になって、まあ最大公約数1であるよと。つまり PN と QN は互いに最大公約数計算していった結果、1という風になることがチェックできたので、これでこの予想をちゃんとチェックすることができて、答えとしては PN がこう、ちゃんと1以上であることも確認できて、QN としてはこうだよということで、とりあえず括弧1番の結果、こんな感じで、確かめることができました。まあ一応まあこの予想さえ立って、あとはこれが互いに素であることの証明っていうのは、まあいろいろ、細かい違いはあれ、やれるとは思いますが、まあ一番シンプルに、ユークリッドの誤乗法でも、利用する計算で、一応ここでは紹介をしておきます。はい。で、とりあえず、括弧1番の結果は、an-1 分の an イコール、2分の nn たす1分の 2n たす1というような形で、こいつが規約分数の形で書けるよというのが、とりあえず括弧1番の結果でした。で、括弧2番求めたいものは、an が整数となる n を求めてくださいというのが、括弧2番の求めているようなもので、まあ、一応、括弧1番が与えられているので、それをどのように利用するのかという部分を、考えてみたいと思います。はい。括弧1番出てきた結果っていうのは何かというと、an と an-1 の比を取ってあげると、まあ、残り物がこうだよと。まあ、つまり、全化式が出てきているんですけど、an イコール、2分の n、n たす1分の 2n プラス1の an-1 と。まあ、なんかこういう複雑な形で与えられているんですけれども、まあ、A1 を先に計算しておけば、1階乗分の 3C1 なので、A1 が3というふうにわかるんですが、A1 が3、2以上に関してはこの規則によって定まるよと。まあ、元々の形よりもこっちの方が規則として表しやすく簡単な形で表されているので、まあ、この形で表示することができるよと。言っているのが、まあ、とりあえず、括弧1番の言っている意味で、じゃあ、あとはこの情報をもとにして、AN が整数となるっていうところを調べていきたいと思います。はい。で、こういった整数問題の、
アプローチの仕方っていうのは、まあ、大きく分けると、2つの方法になるのかなというふうに思いますが、1つが、その素因数の部分に注目するよということと、もう1つが代償関係に、注目するよというような、この2つが基本的な方針としてあります。まあ、素因数として、例えば何とかの倍数みたいな形だったり、もしくは何とかの約数みたいな形で、まあ、要するにその構成するものっていうのは限られていて、その表示が1位なので、その性質を使ってあげるよというのが一つ。で、代償関係っていうのは、例えば、3以上5以下の整数だったら、まあ、3、4、5みたいな感じで定まるので、その、まあ、飛び飛びになっているから、じゃあその代償関係でその、挟むことができれば、定まりますよと。まあ、この2つが基本的な、目標的な形になると思うんですけど、今回、カッコ2番は、どちらでも実はできるので、まあ、両方ともで紹介したいと思いますが、このカッコ1番の、ヒントをどういうふうに、捉えるのかによって、まあ、どっちの方針でいくのかが変わるのかなと思います。はい。で、今回は、ここが規約であるよと。すなわち、この2つが、互いに素である。まあ、その素因数に注目したときに、共通の因数が現れないというような話なので、この規約という部分に注目すると、このじゃあ素因数の方に注目した方針で、いけるんじゃないかなというような方針になるのかと思いますが、とりあえずはその方針で、考えてみたいと思います。はい。で、このまんまの形だと、まあ分かればいいんですけれども、まあとりあえず実験をしてみると、じゃあ括弧1番の結果、こういう規則で定めますよと。じゃあ n に2を入れてあげると、3分の5かける a1 っていうのは3なので5。まあ、特に素因数の部分に注目をしてあげましょう。まあ、ここは打ち消しあったので、整数となって、まだここまでは、整数、整数というふうになりましたよと。で、3番目、3を入れてあげると3、4なので、6。で、3を入れてあげると7かける5なので、まあ、6分の35。で、こいつは×。で、特には×っていうところにはほとんどが×になるとは思うんですけど、まあ、丸になるのは、打ち消し合えば丸になるんですけど、×になるっていうのは打ち消し合わなくて何かが残っているよということです。で、今回、6っていうものは、どこでも約分されず残ってしまったので、×だよと。じゃあ今度、4番目入れてあげると、4なので、2×5、10の4を入れてあげると9。で、6分の35。まあ、ちょっと厄介なのが、この、じゃあここは分数だから次絶対分数かというと、まあ、ここで例えば、3が打ち消しあって、5というのが打ち消しあって、4分の21という風になって、まあ、結果的には×なんですけど、うまく打ち消し合う可能性が、ありそうだという部分がちょっと、気がかりな部分ではあるんですが、はい、じゃあ今度、5を、代入してあげるとどうなるのかというと、5×6 なので、2で割ってあげると、まあ、5×3。で、5を入れてあげると11。かける元々は4分の21。で、ここで3に対して、7という風になるので、20分の、77みたいな感じで、結果的には×なんですけど、まあ、こういった感じでわかります。で、まあ、なんとなく、こっち側もこっち側もだんだんと複雑な形、まあ、分数が残りそうな形になっていくので、まあ、これ以降、まあ、おそらく×だろうというような推測は立つんですけど、特に、ま、こういう風に実験してみて、じゃあどこが、×を引き起こす要因だったのかという部分を考察してみたいと思います。はい。で、ここにおいては6っていうのが約分されないので、素因数に注目すると、まあ、2、3というのが要素として与えられていて、ここっていうのは、もともと2、3っていうのが残っていたんですけど、ここで約分される可能性が残っていて、ここに10っていうのも出てくるんですけど、5というのが残って約分される可能性が出てくるんですけど、まあ、結果的に2が残ってしまうよと。で、ここ20っていうのは2と5が残ってしまうよと。いうような感じで、まあ、この先ずっと続けてくれればいいんですけど、まあ、結局打ち消し合ってるのって5とか、3とか、そういう部分は、こことここで打ち消し合う可能性はあるんですが、この2っていうのは、すべての要素において共通する、分数が残る要素になっていきます。で、特に、2n たす1っていうのが、結局、ま、奇数というふうになっているので、ここの分子の部分、この左側の部分の分子の部分に偶数となることはないっていうことから打ち消し合うことはないということで、まあ、これでもほとんど答えを出すことができているんですけど、まあ、一応こういった方針でできます。で、まあ、回答を書くと、まあ、もうちょっとちゃんと書かないとはいけないと思いますが、A3 イコール、まあ、結果的に言うと偶数分の、奇数というような形で A×になるよと。まあ、今2だけに注目しているので、偶数か奇数かに注目しておりますが、A4 っていうのは、絶対ここは奇数になります。で、ここが偶数分の奇数という風になって、
こっちは、偶数かもしれないし奇数かもしれないんだけど、絶対ここは偶数分の奇数というような形が残るということは保証されていて、絶対分母が奇数、分子が奇数、こいつが約分されることはないのでダメだよと。まあ、ちゃんと書くんだったら機能法を、使ってあげて、n が3以上の時に an イコール偶数分の奇数という形になるよっていうことを、証明すればいいんですが、まあ、今言ったことを書いてあげれば OK ですね。3のところでは、6分の35でなるよと。で、とある k 番目でこう仮定すると、その次においては、まあ、ここはよくわかんないけれども、ここが必ず奇数なので偶数分の奇数というふうになって、k たす1の時も確かめることができるよと。なので、まあ、3番目以降に関しては、打ち消し合うことは2っていうのが絶対分母に残ってしまうので、答えとしては1、2という感じで出すことができます。はい、とりあえず今の、回答の方針としては、まあ、さっき書いたように素因数に注目するのか、代償に注目するのかという話で、まあ、この特にここが規約であるよと、ここはもう約分されなくて共通の因数持たないというところから、じゃあ素因数でいこうというような発想で、言ったんですけど、まあ、別に、ここ規約というのがなくても、この問題別にそんなに問題はないんですけれども、じゃあここの規約というところを一旦置いといて、じゃあこの代償という部分に、注目してあげれば、別にこっちの方針でも、できます。で、例えば、じゃあこれ、カッコ1の誘導は、実を言うと、なくても、まあ、できるんじゃないのかなというような気がしますが、というのも、これ、分母と分子を考えてあげたときに、どれだけかけているのかというと、n 個 n 個 n たす1個で、n が、1に3箇所出てくるんですけど、まあ、上の部分に関しては、2n たす1でどん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 下がっていくような、状況というふうになっております。2n たす1、2n、点点点というふうになって、まあ、C、まあ、こっちの形の方がいいのかな。C というのがめちゃくちゃ大きい値にはなるんですけれども、まあ、それに対して n 解除でさらに割り算をしちゃっているので、まあ、かなり小さい値となっていくだろうと。まあ、つまり n がめちゃくちゃ大きくなった場合には、分母がめちゃくちゃ大きくなりそうだというような予想が立ちそう。で、例えばこの形から見えればいいんですけど、まあ、このカッコ2番の、じゃあ全化式を作ったよというようなところで、じゃあこの全化式の形を見てあげると、an イコール n に関して2次分の1次の an マイナス1になります。もちろん n が小さい値であれば、分子の方が大きくなったりっていう可能性あるんですけど、n がめちゃくちゃ大きくなったら、大きい分のめちゃくちゃ小さいのの an マイナス1をかけると次に行くよと。つまり、めちゃくちゃ小さくするよと。どん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 次に行けば行くほどかなり小さい値となっていくよということが、まあ想像できるので、まあつまりだんだん、0に近い値、0. 何とか、まあもうちょっと整数に注目すれば、n っていうのが1より小さいところになるだろうと。まあつまりこの、形から2次分の1次という形を見て、これ代償関係考えてあげると、まあ、n が大きくなったら1より小さくなってしまうだろうというような、方針でももちろん、やることができて、今からその方針での回答を書いていきたいと思います。はい。なので、まあ、この、なんでダメなのかという×のところに注目するのではなくて、代償関係に注目していきたいと思います。はい。今回は、A3、A4、A5 まで求めましたが、もうちょっと求めていきたいと思います。で、特に具体的にどういう値なのかというところなんですが、まあ、3から5。で、次、ここにおいては、6、5、30なので、5. 何とかと。で、こっちに関しても 5. 何とか。で、一方、ここに関しては4はいかないので 3. 何とかと。で、もうちょっと A6 計算してあげると、6を入れてあげると、3×7 なので、3×7 分の、6を入れてあげると 13×20 分の77。7が打ち消し合って11で、60分の143っていう風になるのかな。なので、これで 2. 何とか。まあ、この、整数の値として具体的にどんなもんか、代償関係に注目すると、5. 何とか、5. 何とか、3. 何とか、2. 何とか。まあ、特に、ここのかけられる数っていうのが21分の13と。まあ、最初は1より大きい数がかけられているんですけど、ここから10分の9なので小さくなる。で、次15分の11、さらに小さくなって21分の13なので、まあ、大体半分ぐらいになってます。で、A7 っていうのは、じゃあ今度、7×4 分の15。かける60分の143で28分の15なのでさらに半分ぐらいになります。こことが4で1と。で、ここは 11×13 なのでこのまんまで 16×7 というふうに
なるのかと思いますが、これで 28×4 なので112分の143、もうこれで 1. 何とかと。で、まあ、この次はさらに半分ぐらいになるので、まあ、おそらく次にアウトだろうというのが分かりますが、8を入れてあげると 4×9 分の17かける112分の143で、まあ、計算してもいいと思うんですけれども、これが 1. 何とかに対して、これは36分の17で2分の1より小さい値となっているよと。 1.5 を半分以下にするので絶対1より小さい値になるよということで、とりあえず、ここで1より小さくなるという瞬間が分かりました。はい。で、あとはまあもうちょっとちゃんと計算をしな、まあこれまだ8しか調べていないので、この先もちゃんと記述をしなければいけないんですけれども、 an-1 分の an、 まあこれっていうのを、こいつが1より大きいか否かっていうのが、増減を、数列における増減を調べる一つの情報になるんですけど、2分の nn たす1分の 2n たす1。じゃあこいつが1より小さくなる瞬間を調べてみましょう。すなわち、番号が1個上がると小さくなるよ、減少しているよという瞬間っていうのは、これ分母払ってあげると2の 2n たす1の、nn たす1、4n たす2っていうのが n 次乗たす n なので、2小なりの n の n-3。まあ、これが成り立っているときに減少しているよということなんですが、これっていうのは n に4を入れてあげると 4×1 と、まあ、こいつが n が4以上のところ、まあ、これはどん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 増えていくので、n が4以上のところではこれが成り立つよと。つまり、4からなので、a4 っていうのは a3 よりも小さく、で、そこから a5、a6 と、まあ、どん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 減少していくよということなので、まあ、増加で3番目と4番目を比較していくと、どん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 減少していくよと。どん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 減少していくんですけど、この8番目以降は1より小さくて、そこからさらに減少していくので、ここから先は 0. 何とかで全部アウト。じゃあ、あとは残りの1から7まで調べればいいんですが、そこで丸なのをカウントしてあげれば、n が1、2ということで確かめることができるので、まあ、こんな感じの方針でもできるのかとは思います。はい。ということで、今回2018年東大理系の第2問を見ていきましたが、まあ、本題は括弧2番の方なんですけれども、まあ、この括弧1番の意味が二通りの捉え方できるというのは、まあ、個人的になかなか面白いのかなと思いました。まあ、割と、誘導の仕方としては、素因数に注目するのか、代数に注目するのか、誘導があるともう大体、一つに決まることが多いんですけれども、今回はどっちのニュアンスも含めているような形で、で、実際答案としてもどっちでもできるというようなものとなっているので、まあ、そういう意味ではなかなか個人的には好きな問題ではありますが。まあ、ただ、これはまあ誘導なしでも、まあ、誘導なしだった場合には代数に注目すると思うんですけれども、まあ、この代数に、注目してあげるよというような方針でも、まあ、誘導がなくてもできるんじゃないのかなというような気がしたので、まあ、まあ、適切な意味での括弧1番の誘導ではあるんですけれども、まあ、そんな感じの問題なのかなとは思いました。はい。ということで、今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。